はい、どうぞ。その新しい材料は水を、液体を通しません。そのヒトラーに関する、殺人試みに失敗した。はい、どうぞ。ニッキーは、そのなんか、歴史、かっこいい、かっこいい雰囲気を持って、なんか、飛び跳ねながら来た。まあ、踊りながらだけどね。私の綺麗なタオルであなたの汚い手を拭くな。ふい。そのなんか、老人は、その変化の速さについていくことができません。ふい。携帯電話は毎日の生活の一部になっています。そして彼らは、定着しています。ふい。キャピタルゲインというのは、株、株、債券、うん、いや不動産のような、うん、資本財。うん、の売り上げからの結果による結果の利益を得ます。キャピタルアセットはね、ちょっと一声欲しかったな。資本財。違う。固定資産財。固定資産財。固定資産、あ、合ってる、資産財。固定資産、うん。これ固定資産ね。はい。はい、キャピタルアセットね。はい、大丈夫、はい、大丈夫です。あ、いいよ。キャピタルアセットね。下痢というのは、うん、なかなか取るのが難しく、それは下痢じゃないな。それは下痢ではないな。頻繁ではなく取り抜けるのが難しいという腸の動きのことを言います。はい、それどういう、なんて言いますか？モスティペーションでしょ。うん、盲腸。盲腸。便秘。大丈夫ですか？便秘です。ちょっと誤解お願いします。モスティペーション便秘、コンスティペーション便秘。はい。もう一声。コンスティペーション便秘。オッケー。コンスティペーションね。うん、はい。ハンドドゥパスはなんかうんちを流すのが通すのが遅いと、はい、苦しいと、そういう意味ね。はい。スレイヤーのなんか陰鬱ん酒の音は私を幸せにします。はい。急戦がぶち壊れてそのなんか、戦いのなんか収束のチャンスはありえないに見えた。うん、うん、でしょう。はい、2周目です。その町においては、少年飛行のかなり高い確率があります。はい。私の息子は、彼が生まれているずっとなんか知的な、知的シリブロパルシー脳震盪から苦しんでいます。違う、脳震盪ではない。脳発作。違う、わかんない。脳脈。ポルジーわかる？脈拍。ポルジーがちょっときついのか。ポルジーね、うん、麻痺。あ、ファルスト、ファルスト勘違いした。うん、麻痺ね、脳麻痺ね。そう、脳麻痺だな。うん、はい、これからお願いします。ポルジー麻痺。セリフラは大丈夫だね、うん、知的なとか脳のとか。ポルジー大丈夫ね、はい、ポルジーだよ、はい、麻痺。はい、このシーズ、この安っぽいシャツは簡単に破れます。破れる？違います。クランポス違います。破れる？ちぎれるとか。違います。わかりません。クランポーズ、クランポ、うん、わかりません。くしゃくしゃになる。くしゃくしゃになる。はい、クランポーズくしゃくしゃになる。しわくしゃになる。くしゃくしゃになる。くしゃくしゃになる。クランポーくしゃくしゃになる。もう一声。クランポーくしゃくしゃになる。大丈夫？はい、クランポーくしゃくしゃになる。はい、どうぞ。高血圧の子供たちは床で飛び跳ねます。ん？高血圧？違う、活発な子供たちは床で飛び跳ねます。なんで高血圧の子供？そのなんか、コインランドリーは、勉強するのにとてもいい場所です。なぜなら、あなたがその服が、あなたの服が洗われているので、あなたはどこにも行く場所がないからです。はい。私のおじいちゃんは、発作の後遺症から苦しんでいます。オッケー。私の息子は、ちょうどなんか三輪車から適切な二輪車へ卒業しました。おい。彼の法廷における発言は疑問視されるものでした。おいよ。患者の苦しみを緩和再現に使われる、薬は、痛み止めと呼ばれています。患者の緩和再現ですけどね。苦しみっつった。え？苦しみ。もう一回ゆっくり訳して。患者の苦しみを和らげるために使われる薬は、うん、痛み止めと言われています。あ、それだろう。私たちは、その使用が良性だとして嬉しいだった。嬉しい？買った。はい、どうぞ。
手短に言うと彼は、その中世の騎士があるべき、そうであると期待されるべき姿だったということの全てでした。全てです。その、攻撃を、誰が指示したのかについてはまだ不確定です。不確実でした。不確実です。いいよ。日本は、負けの淵になったけれども、日本の態度は、その日本、アメリカの要求に対しては、アンウィルディングというのにつまんです。なんかブレ、アメリカの要求？アメリカに対する要求の対する要求で。あ、なんか納得しないようなものでしたか。じゃあ、アンウィルディング納得しないじゃない。なんか、言われないようなものでした。アンイールディング。わかんないです。イールドは？儲かる。違う。収穫。ああ、もう儲かるってなんだ。イールドね、儲かる。儲かるとね、違う、全然違う、逆の意味じゃないけど、負ける、折れる、うん、屈服する、イールド。はいはい、うん、アンイールディングは、アンイールディング。負けないようなもんでした。折れない、負けない、へこたれない、うん、折れない、うん。折れないよ、これ。はい、態度が硬い、折れない。はい、アンイールディング負けない、折れない。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 オッケー。わかった？え、非妥協的なとかだよ。はい。わかった？はい。はい。連合を見過ごすことに見えることは、奴隷制度を見過ごすことに見えることです。なんでしょう。イラクはその戦争によって荒廃された国であり、かなり不安定な状況です。おいよ。IT ビジネスはとても儲かるものだと証明してきました。おいよ。ナス産業化によってぶん殴られ、アメリカなら滑る都市たちは、うん、小売り、物流、そして他のサービスたちのためのなんか中心地として、彼自身を再開発しています。改革してます。再開発していきます。うん、OK、できました。彼はお金に対して免疫があるようです。お金に興味がないようです。こんな感じで。はい、その、魚は2、3秒なんか短い間ずっと、なんか地面の上を飛び跳ねていたけれどもすぐに横になってじっとした。うん、あなたの車も忙しい道路に駐車するな。忙しい道路ね。忙しい道路と。はい、そのゴールキーパーは彼の手を持ってゴールからボロソロした。いいよ。彼の言語に対する才能は素晴らしいです。驚くほど素晴らしいです。彼女は会計士として働くときに帳簿をごまかした。フィドル・ザ・ブックね。会計を帳簿をごまかす。フィドル・ザ・ブックね。おい。今年の収穫高は昨年のものと比べると改善を示しています。ビーズ・ビーね。はい。彼は、彼の家族と地区一周した。サーカム・ナーブがいてる。はい。彼は、政府白書からこれらの事実を獲得した。拾うのが好きなんだけどな。まあいいや、獲得するか。他の読者者と同様に彼は、彼の部下によって行われた汚い行いから彼自身を遠ざけようとした。うん。はい。トフルと点数とブカブラリーサイズには高いかなりの相関関係があります。いいよ。彼女はなんとかそのなんか、白いカーペットをきれいなままにし続けるし続けた。いいよ。あなたの車はこの忙しい道路に駐車しないでください。 OK。 おい、あれ、はい、どうぞ。全ての努力は、無駄でした。彼の短い恋愛後、彼女は彼の結婚提案を受け入れた。いいよ。全ての市民たちは、炭疽菌がその町中にばらまかれたので、予防接種を受けなければならなかった。彼女は、その犯罪を扇動して、助けた家族として、非難されていました。いいよ。そのなんか、コインランディを勉強するのには素晴らしい場所です。なぜなら、あなたの服が現れているので、あなたが行く場所はどこにもないだからです。OK です。彼女は、科学の才能があります。OK です。彼女は、彼女の次の動きを考える前に、多くの、深いため、息を吸った。深く吸った。うん、私は、科学よりも人文学に、人類学に寄り込みがあります。人文学か、人間性だからね。彼はいつも彼の主観的な経験にだけ依存しています。はいよ。その手紙は、その郵便局の中で迷子になってしまったのに違いません。はい、OK です。